あったあった。これちょっと久しぶりにやろうかな。キットクラウンのクレイジーチェイスね。これで持ってるんですけどね。ゲームソフト自体は。実況プレイするの初めてですね。久しぶりにちょっとね、今、パッと思いついたんでね。これね、結構面白いんですよね。うん。このゲームね。ケムコか。ケムコやったね。はい。これね、久しぶりにやりますね、これ。これはね、何回もやってるんですけど、実況プレイヤーは初めてです。これ一面クリアね、昔できたんですけど、今はできないかもしれないな。うわ、懐かしい。おぉ、めっちゃ懐かしいな、このゲーム。これね、障害避けながら、こう、下にですね、進んでいくゲーム。で、これ確かね、時間制限とかもあったような気がするんですけどね。もうやるの、ほんと、ほんと。ああ、しまった。何年ぶりって感じですよね。もう多分10年ぶり以上ですね。やってないですよね。そうそう、これね。これ乗った方がいいんですよね、こういうの確か。その方がちょっとね、その代わりこうなるのか。あれ乗ってうまいことね、着地すればね、すぐ進めるんですけど。いや、これはしょうがないですよね。強制的なんで。でもこうなるんですよ。あ、しまった。障害物いっぱいあるんですよ、これ。これね、滑るんですよね、バナナは。ああいうとこで時間稼いでしまうんですよね。ああいうことが起きるとね。ね、こういうこともある。ちょっとね、あれ、罠もありますからね。全部取ればいいってわけでも。全部ね、これもう、障害物全部避けていかないときゃいけないと。リアクションがすごくリアルですね。あ、クリアできたかな、一面は。あ、そうか、そうか、忘れた。全部取らなきゃいけないんですよね、あれ。そうじゃないと、やり直しになるんですよ。もう忘れてるね、完全に。の、いろんなことあげん。また最初からですよ。全部取ってゴールまで行かなきゃいけないんですよね。だから時間制限はないんですね、確か。全部取って下まで行けばいいんですよ、ヒットポイントがなくなる前にね。一面はだからなんとかなるんですよ。二面以降になってくるともっと難易度上がってるというか、ヒットポイントの減りが激しくなってたような気がするけどな。どうやったかな。そんなんだった気がする。ヒットポイント取れないや、もう。あ。あ、落ちちゃった。ああ、そうか。こうなることもあるね。これ、なんか、
取らなきゃいけないアイテムは、確か、あの気球みたいなやつの中に入ってるんじゃなかったかな。だから全部取っていかなきゃいけないですね、あれはね。なるべく、そうじゃないと。全部回収できなくなるから。そう、この中に入ってるんだと思うんですよね。全部取っていかなきゃいけないです。二つ目取りましたね。これも取らなきゃいけない。あー、逃した、今。あー、逃した。結構むずいんですよね、このゲーム。だから。ああ、爆弾か。あと2つなんですけどね。うん、これ全然関係ないやつですね。ああ、逃した。ああ、逃した、また。逃したやつの中に入ってる可能性がありますからね。だから、一回逃したらもうね、一個でも逃したら一面やり直しでか。あ、これもダメですね。多分ね。またやり直しですね。だから一面からめっちゃむずいんですよ、このゲーム。うん、ダメですね。またやり直しですね。二つ逃してますから。はい。またやり直しですね、これね。だからね、一発で一面クリアするのが相当難しいゲームですよ、これ。またやり直しですね。これまたね、これ全部なるべくもう逃さずに行かなきゃいけないんですよね。どこに入ってるかわからないですからね。だから入ってるとこは決まってるのかもしれないけども、覚えてないから。なるべくこの気球全部取って、ああ、よし、取れた。全部取っていくぐらいの気持ちで行かなきゃ。ああ、逃しましたね。ああ、そっか、まあ、こういう罠があるのはしょうがないんですよね。ああ、これもダメですね。どんどんどれが罠の気球かなんて覚えてないですから、全部取っていくしかないんですよ。ああ、逃した。取った時にかけて関係ないのが多いよな。逃してるやつに入ってる感じがしますね。取ったものに限ってね、関係ない時が多いと思うからね。でもこれ、こんだけ色々食らっても死なないっていうのが、ある意味強いですね。ああ、これもダメか。あと二つがなかなか見つからないなぁ。結構見つからないもんですね。これも違うのか。ああ、逃した。ああ、また逃した。ああ、また逃した。もうダメな、これも。またやり直しですね。最後のところにありそうやな、さっきの連続のところに。まあ、結局同じですよ。はい、またやり直しですね。もうどこにあるのかわかんないから全部取っていくしかないんですよ。一発でクリアするんだったら気球を全部取らなきゃクリアできないっていう感じですね。しかもヘッドポイントも気にしながらですから。あー、逃したな。
やっと取れた。あと1個ですね。あー、また逃した。これもうあれやな、あんまり慌てない方がいいな、ゆっくり行った方がいいですね。時間ないですもんね、このゲームね。時間のあれがないから。ゆっくり行った方がいいな、もう久しぶりだから。これでも下押さなきゃね、先進まないから。強制スクロールじゃないからね。ああ、逃した。難しいなぁ。取った時に限って関係ないのが多いしなぁ。ああ、逃した。だからね、このゲーム一面クリアにするのとてつもない時間かかるゲームなんですよね。もう一コインとかないな、今度は。ダメージ受けつけるとね、もう一コインとか減るから、これも関係なかったか。もう回復はしましたけどね。これ連続のとこにありそうやな。最後のところ、最後の方ですよね、これ。あ、やっと取れた。これでやっと一面クリアできそうですね。あ、時間あるんや、このゲーム。でもギリギリでしたね。どこに時間の表示があるんやろうね。やっとクリアしました、一面ね。えらい時間かかりましたね。あ、そうか、下のあれがカウントか、時間か。で、二面がめっちゃ難かったと思うんですよね。確かね、二面はクリアできなかった気がしますね。アクションがすごくなんかね、いろいろあってよくできてますよね。下のあれ、爆弾のあれが時間ですね。時間切れになったらゲームオーバー。いや、一個取れましたね。時間切れになったらゲームオーバーなのかな、多分わかんないですけど。死んだことになるのか。一ポイント。まあ、一ポイント減るのは激しくなってますね、やっぱね。一面と比べたら。もうこれをね、細かく取っていくようにしましょう。進みにくい道ですよね、これ。よし、取れた。二つ目取れましたね。はい。ただ、ヒットポイントないな。今のところあんまり逃さずに取ってるから、あいついたな、今。あー、逃した、今。
あ、やっぱこれが出るやつや、水が。あ、逃した、逃したもんだ。うわ、車の途中で、これがあるね、気球が。あ、これやられましたね。初めて死にましたね。一発でゲームオーバーか。コンティニューしましょうか。取れましたね。あー、これ逃したな。なんかピエロみたいな感じですよね、本当。あー、取れなかった。あー、これも逃した。あれ？何？ボーナスステージがあるんや。はい、終わった。2つも取れましたね、はい。これどこで出るのか、ある程度決まってるのかな。うわ、邪魔しよったこいつ。これね、あー、取り逃した。これなんていうのかな、斜めスクロールだから分かりにくいんですよね、このなんていうのかな、感覚が独特の斜めスクロールなんでね、分かりにくいんですよ、この なんていうのかな。そこは難易度高い理由の一つとはしてありますよね。あんまりないですもんね、こんなスクロールのゲームって。あ、時間がないか、あんまり。まだ3つ目も取ってないもんね。車にひかれても死なないってのがすごいな。ある意味無敵ですよね。ただ時間ないね、下のあれ、爆弾見れば。時間が。やばいやばい。あ、三つ目取れたけど。これ多分間に合わないね。あ、もう時間切れですね。ゲームオーバー。はい、ゲームオーバーですね。はい。まあまあこんな感じですね。僕二面クリアしたことがないんでね。はい。まあこんなもんだと思います。はい、終わりますね。